まだ我慢しようね。来るの待ってこうと思って。すげえ大人になりましたね。大人、ちょっとだけ大人だよ。50過ぎて。それは50過ぎて大人だ。どういう意味それ。あれ今日泊まりですよ。泊まりです。あ、シャッチアップしようかな。ほら、これ誰かさんが一生懸命 YouTube でやるよって。あ、あれだ、足で踏むやつだ。そうそうそう。でもね、紹介する前に買っちゃったよ、これ。マジっすか。俺、あの、車の中にあるから、なんだったら二段重ねに。なんでそれ、2年のじゃねえ、それ。さらに快適に。これ、見せてもらったそうと思って、持ってきた。やっぱり、ほらほら、持ってきてる。あ、持ってまいりました。すごい。これが、あの、これが、ベイの一枚が。おぉ、なんかあの、セーブ劇に出てくるような。マジか。あー。これ、ガンマン？ガンマン。これペグが入ってるけど重たいですよ。これをつけて歩いたらもっと壊れるわ。まあ、これはあの見本つかあるよね。日頃そんなにしてあるよね。日頃そんなにしてこれよそれ。つけようよ。なかなかいいじゃん。ホルスター。ホルスター。あ、でも買うってなったら、ね、材料費は1万ぐらいのもんなんですよ。革は高いんですけどね。あ、でも細工は上手だね。いやいやいや。まあ。プロが作ったこれ、全然。いや、もうプロだろ、ここまで。いや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 。ほんで、これがあの、これ何？これ、インクタ360っていう、360度のやつ。おぉ、とりあえず、まあ。プロシーズ。それあれじゃん。キーさんが飲むじゃん。じゃあ。あ、やべえ、開けちゃった。開けちゃった。待ってたのに一番先に飲んだだろ。飲んでない飲んでない飲んでない。濃缶濃缶濃缶。じゃあいただきますね。じゃあ乾杯いたします。刺身じゃん。なおさん満足だね。うん、やっと飲めました。私もわさび食べるから。あ、そうなの。ダメなの、子供じゃね。辛いのはダメなんですか。いや、わさびだけがダメ。わさびとわがらしが。あ、からしもダメなんだ。からしもダメ。タバスコ。タバスコも入れない。あ、じゃあ辛いのがダメ。辛いのキムチ系とかの辛いのなら、まあちょっとは食べれるみたいな。ああ、なんか微妙なとこじゃない。あのチーズ嫌いな人も、溶けてるチーズはいいけど硬いのダメっていう人いますね。うん、なんか固形は嫌っていう。そうなんだ。何がどう違うんだろう。味一緒なような気がする。気持ちいいですよ、気持ちいい。気持ちの問題、はい、食わず嫌いってやつ。料理は気持ちですから。今日夜天気が良ければ、せっかく一眼持ってきたんで、あの星空撮影とかしたかったんですけど、昨日は良かったらしいよ。マジですか。昨日天の川まで見れた。マジですか。なんかすごい不思議なんですけど、俺酒は、つまみがないと食えないんですよ。ビールとか日本酒とか、そのチューハイだけは大丈夫なんですよ。なんか、なんじゃそれ、ジュースみたいな感じで。ああ、甘いから。甘いから。ああ、それはあるかもしれない。ビールだけをひたすら飲めっていうからちょっときついよ ね。刺身の大根のあの妻でもいいから欲しいですね。ビールはね、最初の一杯ガッて飲むのが美味しい。あとはどうでもいい。あとは惰性で。惰性。これ2週間前ぐらいからですね、家でエアロバイクとウォーキングマシン取っておきまして、チャリ買って、しまなみ海道走破しちゃおうと思ってですね、キャンプ道具持って、最初の島が確か40キロ先にキャンプ場があるんですって、だから40キロ行ければ往復80キロ。40は多分まだ行けますよね。40だったらママチャリでも行ける。ああ、端っこから端っこまでは多分、半年スパンぐらいって考えたら多分無理だと思うんですけど、半年でも行かれるかね。行かれるかねっていう感じですよね。ママチャリ、あ、まあ40だったらママチャリでもいけるから。ロードバイクで60から100ぐらい。え、じゃあムチムチパンパンで来てから、格好から入る。いや、俺このままで行こうと思ってますから、ね。ああ。アシスト付き替えや、電動。いやー、それは逃げだ。邪道。やっぱ。これ付けられるよね、やっぱ。あ、そうそう。360。これに、要はこのグリップのところにこう付けて、やったら。案外そういう使い方も面白いよね。うん、一人で行ったりと思いながら、愚痴りながら走る。辛くなってきた。もう俺何しようんだろうみたいな。結構風強いんですか。多分強いんじゃないですか、ね。まあ、季節によるね、冬は行ったらもう、
高さも34畳ありますもんね。しかも遮る戻らないっていう。もろに来るっていうね。まあ、始めやすいよね、自転車。そうですよね。買えば乗れるって。2万ぐらいで安いのはありますからね。あまり痩せるとって、そう、辛いよ。辛いでしょうね。スムーズに回ってくれんけど。ああ。俺もちょっとお刺身いただいていいですか。痩せるとってね。あ、そっちある。あ、飲みます。あ、ついた。保存しました。あ、保存した後。そうなんですよ。これいいのが、ソフトの方で、こう、色取ってるじゃないですか。今全部取ってるんですけど、こう、進むごとに、ここ見なさいよ、ここ見なさいよって全部こう、移動してくれるのかっていう。アップしたり引いたりとか。でも、これをどっかへ、今度、自分動かずするんだよな。そうです、そうです。で、これ伸びるんですけど、伸ばしてこう、後ろ向きにやったら、もう後ろから誰かが撮ってるような、あれになる。動画聞いてくれるから。キャンプ動画とか一切見てみよう。カメラ動画ばっかり見てる最近。キャンプ動画最近あまりこれっち面白いのない。多すぎて。俺がナンバーワンだと。いや、そういうわけじゃない。いやいや、キャンプ動画でも、この動画って、よそのと違うんだよ。でも確かに中落ちの動画見てたら楽しいですもんね、なんか。どこのやつ？これね、あれ、ワークマン。あ、そうそう、ワークマンのもあるよね。イージスってやつ。なんか見つけて、まあ、結構なんかインスタとかで上がってるみたいな。何それ。これね、ゲオモニのナット限定。どんなのがあるんじゃん。初めて見た。見つけましたよ、これ。すげえ。エイルって書いてある。エイル。クロージットのやつ。ここにも。ここにも出たね。さっき話し合ったことが。あー、ちょっとあれだね。ちょっとだけですよね。でもこれぐらいだったら、でもここの高さは同じですよね。まあ、まあまあね。ワークマン撮ると見せかけておじさんを撮る。俺を撮ったらいいよ。なんで俺を撮る。一生懸命説明しよるのに、これ商品じゃ映ってねえよみたいな。どうします。しかも後ろになんか知らない人とか立ってて。それ怖えね。夏あるある写真じゃないですか。イージスってやつは、あれですよね、服とかでなんか付けてるやつですよね。すごい力入れてるよ、ワークマン。出たらすぐに売り切れるけね。これもやっぱ見たらすぐ買わないといけないようなやつですね。ワークマンのやつ。低い方のビールばっかり。ビールなんで。はい、もう満足した。男のビールにしよう。男の金麦。いや、でももう一本買ってきたんですよ、これを。まあ、俺もだって6本は飲まんけ。マジですか、うん、じゃあ、俺がもう。あれ俺の酒ねえ。いただきますよ。いただきます。マジだっけ。すみませんね。なんか最近はあれっすよね、ツイッターとか見てても、おっぱいキャンプがよく話題になってまして。何やねん、おっぱいキャンプって。ここがサムネイルで、こう、なんか、谷間が見える感じで、なんて言えばいいんだろう。あ、綺麗な。すごい綺麗な。で、動画を過去に見返してみると、多分男の人はちゃんとカメラマン的な人がいて、うん、そういう人がやってるから、絵がめっちゃ綺麗なんですよね。そう。サムネイルでも、ではなく。P 入れよう。もう。画像がいい。そんなのあるの？もう、アングルがここですよね。そうなの。ここからここなの。料理の動画でも、何、あれでしょ、なんか、グレーの服の人ですよね。長袖の、ここだけがすごく開いた、キャンパーさん。誰なの？なんか、リュックもそれで背負って、みたいな。本当、あんま見ない。やっぱみんなおっぱい好きなのね。まあ、確かに伸びてて、で、なんか、性を持ち込むんじゃないみたいな。完全に叩かれたりとかするんですよね。これ、仮刺されそうだよね。そう。いや、そっちの心配をするじゃないですか、俺らは。ミニスカートで、なんかミニスカートとかでやるじゃないですか。仮刺されるじゃないみたいな。懸念としては、多分だんだん求められるものが大きくなっていくじゃないですか、そういう人って。だから、要求がね、もっと出せみたいな。そしたらどうするんだろうっていうのが、ずっと同じ服じゃできないだろうし。おっぱい出すんかっていう感じだよね。ただ、バーされるね。か、俺はね、もしか水着で行くのか、もうこの辺。小さい三角形の。昔のグラビアみたいな。そんなバブルの時代じゃないんですから。令和に。誰かにここに貝つけて。まあ、宮沢りゆはサンタフェだけど、ね。サンタフェね。篠山紀信ね。でも、りゆちゃんすごい綺麗だったよね、あれ。いや、だって俺は
僕らの7日間戦争とかで大好きでした、うん、今でも年取っても可愛いね。はいはいはい。戦国自衛隊って映画あったじゃないですか。 あれで現代に恋人を残してる人がいて、その女の人がめっちゃ綺麗だったんですよ。今も まだあの、ね、いる人なんですけど。今もいる人。戦国自衛隊のあれだよ、千葉真一のやつ。千葉真一のやつ、あの真田広之とか出てたね。だ昔は千葉真一の部分も面白い。あれめっちゃいいっすよね。あれはええ。あのしかもエンディングでなんかエンディングで曲が流れてくるじゃないですか。あれでこうなんかカメラがどんどん引いていくのとかめっちゃ良かったんですよね。昔の映画あんなもんよ、角川はね。ああ、名前誰だっけ。めっちゃ綺麗だったんですよ。今検索できんやん、ここ全部入らない。そうなんですよ。まあなんかめっちゃムラムラする。え、いやそっちのムラ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 すること選び方、言い方、選び方、言い方あとあのコロナでなかなか映画館行けないですけど、あのジブリが映画館で、ああ今やるよらしい。あれでめっちゃ行きたくて、はい、でできれば子供に映画館で見したいんですよ。ああ、あれよ、大スクリーンでね。ね、だってもうジブリないでしょ、映画が。まず見れんね。これから新しく作ることもおそらくないから、子供に見せるべきだね。うん。亀、亀が、亀、亀、亀仙人、亀仙人。え、亀ハウスがあるんですかおい、今逃がそうかと思ったけどね。これはちょっと待ってよ、こう置いとこうか。食べる、食べるんじゃない、すっぽんじゃないんだからこれ捕まえたんですか。いや、もらった、もらった。いや、日本に、でかいですね。日本におるのと違うかやね。違います。これはちょっと待って、逃がさんと、これちょっとなんか名物にしようかな。なんかどっか行けそう。いいですね、行けそう。あそこのお風呂でこれ入れようかと思ったけど、あとあれ子供らがするのにまた使わねえけんから。そう、目がすごいよねこれ。目がすごい。でもあれですよね、ちゃんと隠れないからやっぱ図太いというか。出た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 。ちょっと涼しくなってきましたね。ね、さっきまであったけど、キャンプやってないと味わえないんだよね。そうですね。外出ないとなかなかこの感じってね、味わえないんですよね。インスタはね。インスタのエンター押したら開業ならないでやめてほしい。あ、どれか開業してくれないかなと思う。だからよく間違って、なんか、あ、まだなのに。一言目でもう送っちゃってみたいな。そうですね。だからなんか、あの俺とか、あの見てくれてる人がコメントとかくれたりとかして、結構長く撮ったりとかして、で、あの、わあ嬉しいと思って見てくれてありがとうございます、開業、これからこう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 でやるじゃないですか。見てくれてありがとうございますってもう打っちゃうから、塩対応、塩対応みたいな感じになるんですよ。だから速攻でそれ消してやばいやばいやばいって。あれ消せる系まだいいよね。そうなんですよ。ほんますげえ感じ悪い人。いや、だってなんか嫌じゃないですか、なんかそんな一言で終わるとか。何様かになるよね。そう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 。俺しか映ってないし今。これで背景がちょっと私やってまいりました。私やってまいりました。来ちゃった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 彼女が来ちゃった素敵な語尾にハートマーク。えって言わねえけど来ちゃったみたいな。タイプとかは、タイプ穏やかで優しい人。あ、お兄ちゃんみたいな人ね。穏やかではない。え、お兄ちゃんじゃない結構あれですよ。結構劇場あの荒ぶる感じの荒ぶる。なんか無言で切れるから。無言だから怖いね。なるほど。めちゃめちゃ怖いタイプやんけそれ。無言乱暴な言葉遣いは絶対しないんですけど、冷静にあれだね、攻めてくるタイプ。ずっと黙るみたいな。あー、黙る。お兄ちゃん何がたっけって。あ、やっぱりなんかあるんですか。A 型ってそういうタイプ。あ、そうなの。無言で怒る。無言で怒る。口利きがになる。あの、彼氏ができたとして、3人で一緒に行くようになるってこと。あ、まだ3人ではいかない。彼氏ができて、お兄ちゃんと彼氏と3人で。彼氏が行く人だったら、行ってもいいけど。あの、それって要はその趣味が合う人と、その自分の趣味は自分の趣味で楽しみたい人っているじゃない。一人で楽しみたい人と、あのね、一緒に楽しみたい人と。キャンプでもキャンプ好きなんだけど一緒に行くのは嫌っていう人もおるよね。
でいますよね、絶対。そうバラバラでもいいし、一緒でもいいし。まあ、そうそう、そういう趣味がなくても。オーラな人ってことだよね。なんか、否定的な人は嫌なんですよ。言われたことあって、なんか、キャンプとかそんな無理みたいな。って言われたら、もうやったこともなくて、なんて嫌みたいな。おー、おー、なるほどね。心の中で。荒ぶってしまうから。荒ぶり。荒ぶりが。その気は分かる。ねなんかいいんじゃないみたいな。やってもないくせに言うなみたいな。そう。まあせめてもしくはちょっと一回やってみようかなぐらいのあれですよね。まあじゃあちょっと行ってみようかなみたいなね。まあ楽しさを共有できるんじゃダメよ。そうですね。とは思う。あじゃあ結構大らかな人がいいと思う。俺もでも結婚してて思うのはやっぱね波風立たないのが一番楽だし楽しいし。波風立って楽しいのは20代だけですよ、本当に。あもう若い頃のときめきはそうよね。昔両津、こち亀の両津三吉の、なんか構成したら、すごくいい人になったみたいな、言われるけど、元からいい人がいるみたいな。何も悪いことしてないだけでいい人だっているんだからみたいなのにちょっと分かってしまうタイプなので。そういえば昔なんかで見たのでローリー寺西っているじゃないですか。ローリー寺西ってギタリストいるんですけど、その人が言ってたのはギター始めて思春期になって、ローリーも反抗したのみたいな感じで、反抗期あったみたいな感じで聞いたら、その答えとして反抗期に反抗するのは素直じゃんって言ってたの。確かに。だから俺は反抗しなかった。それは素直じゃないから。ロックみたいな。そう逆にロックだから。なるほどね。それは確かにすげえな。ローリーやね。まあ大体流される人多いじゃん。もう周りがそうだから。そう、これ YouTube ですよ。見てる人ももしいれば募集中。誰か、誰か募集。中国地方あたりで。中国地方あたりで。そうそう、あんまり遠くに嫁に行くとね、半径300キロ以内ぐらいで。それすごい近いよ。阿武町ぐらいしかないやん。いや、300キロ結構ありますよ。300キロってすごいです。300ぐらいは300キロ。福岡、広島はいかんか。あれ、境港あのぐらいじゃないですか。あの辺ぐらい。じゃあもうちょい伸ばしましょう。500キロ。500キロ。関西。中国地方。もしくは九州。九州。ここまで会いに来てくれる人ならいい。会いに行かないって。どうする、来たら。いるっす。アポ。アポを取ってくれ。事前におじキャンで集合しましょう。おじキャン集合。あれやったらいいんじゃないですか。おじキャンで、萩城の婚活。婚活。まさかね。募集しましょうよ、もうちょい。で、俺らが全員品定めして。そう。こいつはダメだ。無理。何様を喋ってみてね。無理。目に叶えない。君には渡せないよ。お父さんが許しませんよ。俺逆に喋ってすごい口が立つ人とか口が上手い人とか嫌っすもん。なんか嘘くさいっていうか。何かある。俺か。俺口が立つ人。口がエロい人じゃないですか。エロい人。口がエロい人。どういうエロ口を。どういう口やねそれ。口を開けばエロい。口を開けばエロの伝道師みたいな。俺最近結構見るのが格闘家の人の YouTube のチャンネル結構見るんですよ。プロの格闘家の人が違う内容でやるっていうことは格闘じゃなくて別な。例えばジーフンドを習いに行くとか。で、それで格闘技に使える技を学ぶみたいな。山本キッドさんっていたでしょ。あの人のその後輩というかその人がやってるんですけど、八千さんっていう。めっちゃ面白いんですよ。だけ川口春奈とか最近やるよ。すごい動画再生数よね。とかすごいよね。急上昇で出てきて、ああもうやってるんだみたいな。すごい再生数。その川口春奈が分かんないから、俺頭の中で加藤卓三の人しか思い浮かばない。ハリセンボン。じゃあそっち違うね。いや、でもさっきの話ですけど、居酒屋とかで、個室とかでブルーバックでやりたいですね。ブルーバックっていうのか。それ面白いよね。同棲して、なんか、あたかも、やってるみたいな。キャンプ行ってる感じで。
速攻で多分気づくでしょうけど、うん、いやまあ気づくけど、まあそれはそれと別として、それはまた 見る人からしたら面白いよね。そうですね。あ、ちょっとなんかやってみたいね。なんちゃってキャンプっていうのも、うん、そうですね。ね、面白いこと。なんかキャンプ場でシェフがいたらいいなと思う時あるじゃないですか。うん、まあまあ前作ってくれて、ね、自分らは飲むだけ。とにかくお金払うからやってくれみたいな、うん、みたいな感じですもんね。あ、それはそうですね。うん、うん、あ、それは面白いと思う、ね。揚げ物が好きなんですよ。唐揚げとかチーズ揚げとか。だけどキャンプで揚げ物ってなかなかしないでしょ。ああ、ちょっとあと。後始末もめんどくさいし、くさいからね、あと温度管理もやっぱ酔っ払ってきたらよく分かんなくなってくるから、うんうん、まあシラフの人がしたらおらんとちょっと、ね、ちょっと難しい、あの危ないからやっぱり、うん、あれフライヤー、あフライヤー持ってくれよ、あれやりましょうか、うん、サーさんと福さんにはキャンプをしようともらって、俺料理だけする回とかやりましょうか。ああ、あの2つカメラちょうどあるんで置いて両方、そういうのもあれね。でも俺が料理するのもええしね。そうですね、うん、もう夕方ですよ、もう夕方ね、本当に、ああもう頻繁に泣き出したね、ここが小鳥の森じゃなくて雛見沢になってきましたよ。謎持ってくる、症候群が出てきます、症候群がガスが出てきます、ガス気をつけないとガスが出る。いやでもあれよね、いいよねこういう虫の音っていうか聞きながら、なんかでも海外の人だとこの虫の音っていうのがほんま雑音なんでしょう。え、ってなんか聞いたことありますよ。あ、日本だけ風流な、あの風流なの日本だけであって、あ、日本とかアジアとかなんですかね。あ、アジアは風流なんだろうね。海外からするとなんかすげえうるさくてただの雑音って、どういう国なんそれ。でもこの、あ、夏だなって感じがして俺はすごい好きですけどね、この、まあ夏しか聞かない、その瞬間がいいね、その瞬間が。いきますね。そうそうそう、音音。トータの柏で。柏で。はい、やってよ。新米何にするかだね。ああ。やっぱり山口県だったら山口県の米か。あ、新米だったらうちの会社で時々ミルキークイーンが入ってるけど。おお。食べたことない、食べる。あ、そうなん。うまいよ、うん、ミルキークイーン。美味しいですよ。あ、もう焼けた。はい、いけました。やっぱ早いですね。ああ、まあ。しかもあの思った以上に火が通ってた。あの鉄板が違うから。ああ。やっぱ熱のあれがすごいですね。じゃ一口いただきますよ。あ、どうぞ。うめえ。あ、うまい。あ、おいちい。おいちいをいただきます。なんか料理しようんじゃんか飲みようんじゃんかわけわからないねえ。うろちょろうろちょろして、どうぞ。あ、あれやらねえけん、これやらねえけん、これプルンプルになっちゃうから、これ、あ、うまいやつだ。すごいですね、超プルプルですね。超プルプル、まあこれが溶けた液体なんで、おお、またプリンやさん、やっぱりよかったね、テント払うんで。うん、ますね。下の人の貼っちゃうかね。貼ってましたよ、下の貼ってた。うん、あ、もうボロボロじゃん多分、今日はめっちゃホロホロよこれ。ちょっと近くで撮ってる。うん、これ。すごい伸びる。美味しいよ。多分。おお。まあ、照りがね、なんで俺を撮るかな。コーラ 500cc やろ。500。醤油100。はい、あ、みりんが大さじ2。酒が大さじ2。あと生姜が。まあ本当は一辺なんだけど、うん、まあ練り、あのチューブでもいい、チューブでもいい、うんうん、チューブ5-6センチ、あと煮るだけ、うん、あ、でもその前にあの焼き目をつける、肉に一旦焼いて、あ、塩コショウして焼き目つけて、あ、塩コショウしてから、うん、色が変わるぐらいまで焼くってことですか。あ、そう、うん、あのあんまり焼くと硬くなるから、あ、はいはいはい、あ、色変わったなぐらいでいいと思うよ俺いつも。そうしよるけ、
なんか少しあれですね、ランタンが出てくると一気にキャンプっぽくなってきましたね。確かに。まあ今ここキャンプじゃないよねっていう。なんだろうみたいな。わー、なんかやばそうっすよ。やばいよ。やばい順次よ。タタ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 コーラのやつですね。コーラと砂糖じゃなくて、あの甘味料、合成甘味料じゃなくて自然甘味料だから。いやでもコーラに初めて食ったけどうまいっすわ。コーラの風味がいいからね。でもこれも冷めてもうまい系ですよね。冷めてもうまい。冷めたらでもあの固まるんよね。でもあれじゃないですか、あのそれで萩城が募集してますみたいなこと言ったら、もしかしたら、いや来るかもしれない。100人ぐらい来るかもしれないですよ。パンチでデートじゃないか。知らない知らない。あ、知らないか。俺はあのネルトン世代ですか。あ、ネルトン、はい、あ、ネルトンやっても面白いかもしれないね。ネルトンってあのこう線がビビビビビって言う。いやいや、違う違う。あのちょっと待ったーのやつ。お願いしますって、ちょっと待ったーっていう。ちょっと待ったーな、今日一番食べてる自信がある。いただきます。クイージ選手権大会や。やめて、嫁に前の娘を。コロナに負けるな。これは日本酒ですよね。日本酒。だけこれは要は萩と阿武町の6社が協力して。なるほど。6社ってのは日本酒のメーカーが。あ、そうそう、有名なメーカーね。だけ例えばこれ阿武の鶴、長門郷、はい、長陽福娘、宝船、東洋美人、八千代、へえ、それがね、みんな6社持ち寄ってブレンドして、なるほどなるほど、作っちゃう。これこれを今からいただいてしまうと。うん、そう。いただきます。飲んじゃうよ。どうぞ。うまいだろ。あー、甘い、ね、ちょっとじゃあ、いただいてもよろしいですか。いきますよ。あー、すいません。どのぐらい行きましょうか。あー、ストップでお願いします。一個前はあれ、映像犬。あー、ティオダさん、あれ俺見たいんすよね。見たいんすよね。あれ面白いですね。面白いですか。面白い。鬼滅がすごい人気やね。あれね、流行ってるから手繰り手出してなくて、俺も出してないよまだ。私のアニメって長いじゃないですか。長い、あのワンル、あのあれが長いだよね。ね、50話とかなんか。56話とか平気であったから。24話すごいですよね。あ、わかる。長いって。今から見よう、見ちゅうよ。あ、長いなみたいな。さっきの話に戻るんですけど、日暮らしとかってあれ何クールぐらいあったんですか。4クール、5クールぐらい。日暮らし何クールだったっけ。あれはストーリーがいろいろあるんで、あれは1クールでやったわけじゃないでしょ。いや、1クールじゃない、じゃないですよね。あのなんか特殊部隊とか出てくるじゃないですか。で、あ、やっと俺これで解放されるわみたいなのありました。もう終わらんの、見とる。そうそう、終わらなかったです。なんかもっと音響とかそういう話かと思ってたら、あ、リアルな話なのみたいな。タンクトップのカメラマンいつも知るみたいな感じですよ。ふたけフラッシュ、ふたけさんでしたっけ。とにかく女子高生とか女子小学生、中学生出てくると萌えアニメになる。そうですね、女の子が出てくると萌えなのかな。イリアとかもそうよね。ハルヒも好きな人はね、SF だから違うとか言って、うん、そうそうそう、うん、ハルヒは長戸一気にもう集中してるからね、人気が。マジですか、鶴屋さんでしょ。いやいや、なんとどう考えても一択じゃないですか。中戸に集中してるって。綾波みたいなもんじゃないですか。そうそうそう。あー、綾波。メインじゃないんだけど、ああいうみんな好きなんだよね。ちょっとボソボソ喋るよね。あー。俺も友達になったら絶対楽しそうな鶴屋さんだから。それは鶴屋さん。それで、それで鶴屋さんになっちゃうんですよね。鶴屋さん一番いい子ですもんね。うん、友達思いで明るくて楽しいみたいな。一個上に鶴屋さんいたらめっちゃ最高じゃないですか。まあね。ねえ。慕うよね。少年って言われたら、はいっつってなりますよ。ついてきますみたいな。ね、なりますよね。最近だからほんまにその放課後堤防日誌は漫画読んでたから、すげえ楽しみで、次出ないし、
もんもんとしてるんですよね。あれはコロナで多分疲れるんだろう、多分。そうですね。酸味があるやつ。で、映像系も、あの、サバサバしてるじゃないですか、なんか。あれ、中身だって女子高生じゃないの、女子、男子中学生とかもあんだから。なんかそんな感じですよね。ね、女子じゃない。それがいいですよね。なかなかこう、心惹かれるものがなって。スーパーカブみたい。あ、あれ見たい。あれ見たい。あれまだ来期じゃっけ。来期、あれ。うん、うちの奥さんに、ついにね、ピアノの森を全巻読ませました。お最後はもう泣きながら、これの部屋に入ってくる感じ。いや、やったと思って、やっとこの感動を、いや、あれは感動よ、本当に。共有できたと思って。最後まで読んだことないです。子供の時の最初しか読んだことないです。あー、痛いのフルで。それは、そっからですからね、面白いな。あれ、ほんま、序章ですもんね。序盤の序盤の、あの、教わり始める、突然ぐらい。あの、アジドに教えを請うぐらいの、うん、あれまだ序盤じゃね、うん、あれを見ようか見ようか、ないんじゃないかな。花火は横から見るか下から見るか。あ、アニメですか。大きな恵み見てください。そっちの方がいい。実写、実写、え、何、あ、大きな恵みバージョン、え、一応あるの、え、ほんまに、うん、いや、あの辺まだ見てないけど分からんのよ。打ち上げ花火を横から見るか、うん、下から見るかですね。え、アニメしか知らないですか。いや、違います違います。あれはもともと世にめきめの物語があって、それが終わったんですよ、放送が、うん、終わった後に If もしもっていうのが始まって、うん、その If もしもっていう中で岩井俊二っていう監督がその1時間で作ったんですよ、うん、物語が進むんですけど、こっちに進むのかこっちに進むのかでその話が分岐するっていう、まあ両方エンディングやるんですけど、うん、っていうのをやって、うん、それがあまりに良くて、まず映画化されたんですよ、うん、テレビドラマだったんだけど映画でその上映されて、それが十何年20年ぐらい経って今回アニメになったっていう。あれは主人公の年も違うんですよ、うん、アニメは中学生でしょ、うん、中学生。あれは本当は小学生なんですよ。小学生、小学生が小学5年生ぐらいの男の子と女の子が、うまくいかなくて2人で駆け落ちしようっていう話なんですよ。だから絶対無理なのが分かるんですよ。だからいい施設ないんですけど、中学生だと結構マジじゃないですか、うん、小学生の時は違いますね、そういうんじゃないですか。中学生なのに女の子が高校生ぐらいにしか見えないんですよ、アニメだと。ああの化け物語の千条ヶ原さんみたいな、うん、まあ、まあ、デザインなんで大人っぽくって、主人公はなんかまだちょっと夢見てる感じで、なんかすごいちぐはぐで、岩井俊二監督ってそう思っている方も。そうです、だからちょっと切ない感じの雰囲気作る人。だから当時の大きな恵みで多分14歳ぐらいで小学生の役やるんですけど、だから小学生の役で、まあ、小学生って結構大人びてる子は大人びてるじゃないですか。でそれが駆け落ちしてその背伸びをしてるのもまたなんかちょっと大人から見ると良かったりするんです。あ、そっち見よう。いや、あれ絶対原作はね、いいっすよ。でも一番惹かれるのは多分戦国自衛隊のあの女優さんですよ。名前も顔も今分からない。でも聞いたらあれなんじゃろう、戦国自衛隊。いつの間にかあれですよね、ほんまになんかあの下ネタ合戦みたいになってるから、うん、あれは良くないですよ。良くないね、元戻されてね。戻るわけないわこれ。いや、なんかの表紙にポッと出るけど、ね、だって今戻す気なかったもん。ないね。でも楽しいっちゃね。そうですね。でも俺本当のメインはソロキャンプなんだけどね。いや俺もそうっすよ、うん、基本は。北斗の拳はあれっすよね、結局なんだかんだ言ってあのテーマは愛がテーマじゃないですか。もともとは一人の女性を巡ってのはあれだよね、うん、そうですね。愛が重い、重すぎるよって。あれ重すぎますよ。昔のアニメってめちゃめちゃ重いのが多いから、うん、アニメもドラマも。今じゃできないドラマありますもんね。高校教師が絶対無理でしょう、ね、あれはやったらまずいよ ね、まずいっすよね、今やったらね。あの二番都市って、二番市って言ったやつだったんですけど、僕らの勇気、めっちゃ好きだったんですよ。でちょっと前に20周年であったんですよね。ああ、見そびれたんですよ、スペシャルドラマで。あれも俺正座する勢いで見ました。正座する勢いで見た前で。20歳超えると確か成人すると死んじゃうんですよ。なんかウイルスか何かが蔓延して。そうアニメとか漫画でなかったと思う。で昔あったんですよ、どうも原作だったらしくて、なんかクレジットに出すみたいな感じで和解して、だからちょっとドラマ、DVD とかも確かならなかったんですよ。確かそういう漫画があったなって今、なんかチャイルドなんとかっていうやつですね。
チャイルドなんとかってやつ。チャイルドプレイ。チャッキー。チャッキー。チャッキー好きっすね。チャッキー好きよ。チャッキーオスださっきから。チャッキー好きよ俺。マジっすか。よし、じゃあ寝かしていただきます。寝かしていただきます。おやすみなさい、ありがとうございました。また明日の朝に。明日の朝。はーい。